じゃあ日本ではどうなるかと言ったら、まあ、西日本がずっとリードしてきた文明がいよいよ東日本主体の文明に変わる。つまり、まあ、うちら先住民西が主導権を握る文明に日本は戻るわけ。大和が今度は召下になるわけね。ずっと大和にうちら召下にされてきたけど、そういう西日本から侵入してきた大和がついに召下になる。そういう交代でもある。実は。で、天皇家は消滅するでしょ。あんなもん強いとは太陽家。私たちは太陽星だったし、天皇って神主に過ぎひんから。神主なのに権力を持たせるのおかしい。でしょ。そういったスタイルはなくなる。まあ、それはうちがもうそうしなさいって言ってんだから、その件に関してはそうなんだと。他の件だと思うからね。で、じゃあ世界的には中華人民共和国が天下取るでしょ。じゃあそれでいいんや。そうやってきたんやんか。悪用を考えてみずっと先進国やってるね。中国文明かな、先進国じゃなかった時期って、いつ？アヘン戦争から、日本の第二の敗戦、経済敗戦まで。あるよな。そんな言い方できる。まあ、アメリカの没落まで。ちょうど今この時期まで。な？めっちゃ短いねんで、中国が先進国じゃなかった時期って。実は朝鮮もそうや、朝鮮半島もそうやねん。朝鮮半島の中歴史上、先進国じゃなかった時代なんかあったか？日本はどうだって。日本も結構ずっと先進国やってんねん。世界的に見えて。東南アジアでは？例えば、タイ、カンボジア地域。あ、これ先進国じゃなかった時代の方が短いんだって。な？ただな、ずっと先進国やってた国は疲れ切ってんの。さあ、ずっと発展途上国扱いやったけど、これから先進国として、うわ、もうバルト族みたいなな。その体力残ってんねん。実は中国も、朝鮮半島も。もうくたくたやねん。まだ、もうちょっと発展途上国続けたいねやろ。多分本音は。絶対そうやねん。だからネットとかに走るねん。発展途上国のくせにネットに走るのはそういう理由やねん。先進国の没落中みたいにネットに走るよね。これから没効するんでしょ。いや、ネットが素晴らしくて。その宇宙でもできませんか大脳だけでもできるようなことやめといたらって。な。体どうするんですか？退化しますよって。な？退化してへんやろ？ここも頑張ってるやん。それなりにな。じゃあどこが強くなりますか？南米が強くなることと、東南アジアめちゃめちゃ強いので、これから南米、東南アジアが、めっさ、ぐわーって上がってくる。実は、アフリカ結構疲れてる。かなり疲れてる。まだ疲れ言えてへんねん。アトランティス主力アフリカ。アフリカも結構統治困難だな。実は人間以外に対する統治が困難かな。それで結構疲れてはんねん、アフリカ。そんなとこに、なんかその、イギリス人を邪魔しに入って、また追い打ちかけるなよな。アフリカ人の仕事の邪魔するなよ、イギリス人、フランス人。な、ガキ。いつ